DAW レッスンの鈴木です堀田です。す。トーク、この番組は DAW レッスンの講師陣2人が DAWDTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です DAW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです YouTube にも毎週さまざまな動画をアップしておりますのでそちらもぜひチェックお願いいたしますと,、はい、ということでですねはい。 今回のテーマは、うん、ちょっと面白い感じですよ今までと違った、うん、これまでの人生で、はい、一番衝撃を受けた音楽や機材についてというすごいなんか大きく出ましたけどちょっと先に振っちゃおうじゃあ堀、ね、田先生的に衝撃を受けた音楽楽曲の方から聞きましょうか。 ままあまあいろいろあると思うんですけれども一番記憶に残っっててるのってどれですかまあこれもね僕も割といい年になってきたのでその世代世代で違うことはあると思うんですけどもともと僕自体はロック畑というかはい、はい、そのいわゆるバンド屋さんというかそっちから来ているのでそうですね一番古いところというか一番最初にドンと来たのはまあビジュアル系、まあ、世代としても。 ビジュアル系のところの音楽が多かったので、その辺が多かったですかね。まあ、いわゆるルナシーとか、その辺の世代、ドストライクなところを、まあ聞いていたっていうのは大きいかな。まあ、一番最初に聞いて、やっぱドーンってきたのはその辺でしたね。どういうところにうわー,ーってなったんですか？見た目も含めたステージングみたいなところです。はい,はい、いや、これはね、見た目とかはね、あの、うん、北海道民になったんで、インターネット、うんうん、その時、まあ、ほぼほぼ今では考えられないかもしれませんけど、まあ、なかったわけなんで。 はあはあ、写真でしか見たことないわけですよ。動くものを見たのは後なんですよね。えそ,そんな世代だっけ <laughs> そんな世代ですよ。いやまあ、あのミュージックスだけどいわゆるその何て言うんですか<ー>ライブハウスとか。媒体が、えー、と CD ジャーナルとかっていうのがっっ、ね、あそう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 ,そう,そういうのでしかわからないのでこういう方々がやってる音楽なんだねっていうのはビジその見た目っていうものはほとんど来てなくて。 いわゆるそのミスターチルドレンですとか<は>そういったポップスのものですよねあの世間をその時何、まあ、て言うんですかにわしていたのは、まあ、今もそうだと思うんですけど大御所なんで、まあ、今も昔もだと思うんですけど、まあ、そういったいわゆる j ポップスですとかいわゆる小室とか、うん、TK サウンドとかですかそういうのが前世の中でドンとロック側に寄った時にギターがなんていうんですかねふわーんとアンビエントな感じといいますか。 で鳴ってたりとかしてるアンサンブルを聞いたのは初めてだったんで「うん、えー、すげえ」ってなったんですよねじゃあ特にビジュアル系だからとかっていうのではなくてそのササウウンンドド面面かかかからら、うんね、っっっこここいいいいいなななななれみたたて感じになりましたねねはーなるほど、ね、逆にそうあの本当にその側の部分は見えてなんかビジュアルの部分は見えてなかったのであんまりこんな人がやってるんであろうっていうのあいわゆる その時当時で言うんですロッキン F ですとかギグスとかっていう雑誌では見てたんですけどバンヤロとかねそうそうそうそ,そ,こ、うん、そこ止まりですよ,よ言っちま <laughs> <で>静止画だそうそう静止画です JPEG みたいなとこですよあの一枚こうペラッと見えて <laughs> あこの人が ESP のこのギターを使っているらしいみたいなあそうだねそうだねそんなところから始まったのでまあ最初にはい、はい、来たらそこですよね なのでまあインパクトとしては1、まあ、番っていうちょっと捉えるのが結構難しいんですけど、うん、一番最初のとここはそこですね,そねそのいわゆるギターが2本いて、うん、なんか分かんないけどすごいこうディレイとかでファン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 音が回ってる中でこう綺麗に音がまとまってる感じなのがすごい好きだったんですけど、うん、なんで激しいっていうよりかそっちのなんか広がり方の方になんか気持ちがいってたように思います。うーんそううなんだ、うんだ だから鈴木さんもだからおそらくそのファーストセカンドサードぐらいでかい波が来ると思うんだけどうでしたうちはね、うん、全然違う方向よそういうのでいくのであればうんうんうんぜぜひひ私って昔音楽聴かない人だったので今もそんなに聴いてるわけではないんですけど、うん、昔っていうのはどれぐらいの時です今僕大体中高ぐらいのことの話をしてます 逆に流行ってるのとか全然わかんないんですけど何かみたいな感じだったんですよ昔。うん、あ本質的にはあんまり興味がなかったんだよね。そんな中,んな中ドライな人ですよね。<laughs> うん。音楽面白いなって思ったのが、うん、やっぱりエレクトリカルパレードとかなんですよ。あ、うん、これはディズニーの話ですね。そう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 。です、ね、エンタメから入ってったんですねどっちかっていうとね。えっと誤解誤解なきように言うと。うん あの、ねずみさんとかに興味があるわけではないんですよ。お、別にあっても嫌で。うん。あ、違くて、うん、なんで純粋に、えっと、さっきの堀田先生のと行くと。はいはいはい。さっき、小的な意味合いで好きだったのって聞いたじゃん。うん,うんうんうん。いや、そういうのって、割とあると思うんですよ。そのビジュアルと音楽が。うんうん。ワンセットになって、その。うん、そうだね。衝撃を受けるみたいなのもあるじゃないですか、うんうんうん。あると思う。あると思う。 で割とディズニー好きな方ってそっちが多いような気がするんですけどああまあどっちかっていうとそのねビジュアルの方が主体になってそうん、物とするっていうものといったらちょっと言い方あれですけどそういうふうになるのかなってイメージあるね確かに。っていうかなと思ったんですけど私普通にサントラだけで満足できるというか,、うん、かパレードとかに、うん、を見に行くってよりかはサントラ家で聴いてるみたいな方が音楽としては聴きやすいよねっていう、うん。<laughs> ででもあれでしょ最初は最初というかその走り自体は現場で行って,って、ね、あまあまあそうだね。聞ったってことだよね多分ねあのスピーカーから植木のね,ね植木の中からキュウウンって出てきてさそうだねそうだねおおスピーカー生えてきたみたいなうんうん <laughs> ああ、ね、っていうのがやっぱり最初でからただかう,ん,、うん、うんと全然系統は違うんですよ特定のジャンルがっていうのがあんまりなくてうんうんエレクトリカルパレードの何に一番こう<あ>なんていうんですかビビッときたんですじゃあ <と>うんと3分間同じことはしないぜみたいなスタンスというか展開の方になるのかなじゃあうそうだねあ展開か楽曲としての面白さうんうんうんいろいろこう<な>物語がある感じというかそうーうーりのある進行だったりとかするのが良かったか、うん、楽器編成すらもがらりと変わっちゃうみたいなのが面白いなっていうのはあったのですねそそうかか じゃあ時を少しじゃあず,ずっと戻して二十歳ぐらいですかねじゃあ多分次あたりはあまあでもその前に全然うち<れ>ほらあのドリームシアターっていうのがあるんでうちはドリームシアター入ったらいつごろなのうちもドリームシアター好きなんだよ多分鈴木さんとの少ない共通点だよ,でだよ多分 <laughs> 高校時代とかだと思うけどああそうかそうかうちも高校生ぐらいの時にメトロポリスとかその辺のやつを聴いてアウェイクとかですかああ 2枚目3枚ぐらいの CD ですかを聴いて「うん、エロとマニア」出てきて「わあ」みたいなそうだねみたいな感じのところがあったねそっかドリームシアターも結構でかい起点だったんだね鈴木さんの中ではうんだからそこで初めて初めてってわけじゃないですよ初めてってわけじゃないけれどもそのテクニック系の人たちを見たっていう感じなんですよ、うん、おあその前からなんかそのいろいろ工業とか見たりしてたってことうん、うん、やってるのではないんだけれども CD をいろいろこう聴いてたっていうことかなんじゃね うん、そのいわゆる一、うんうん、個上の世代とかだと、うん、その早引きの人たちがいっぱいいるわけじゃないですか、うん、有名な。ていうのは全然通ってないかったんですよその当時。そもそもほら音楽聴かない人だから、うん、え洋楽っていうのも、ね、ああボンジョビっていうのは名前は知ってますみたいな、うん、そんな感じなわけよ。テククニック系の人たちって、うん そんなに表舞台に当立ってこないでしょそういう意味合いでいくのであれば。まあ、そうかもしれないね。洋楽って結構ジャケ買いなところというか、こう、当時も情報がなかったんで、あの、そうだよね,ね。見た目で買って失敗するみたいなことを結構繰り返してきたけど、高校の時は。お金ないのになんか握りしめていって、うん、この絵はきっとメタルであるとか思い出せる。<laughs> <laughs> そういうノリで、あ全然違ったみたいなね。そうそうそう。<laughs> だからンを読んでるとかっていうのもないから。そうだね。 その頃に気づけばばよよかかったよね雑誌読んでからさ買えうそうそうそう,そう何も考えずにさ「ジャケでこれはちょっと激しそうだ」っつって「っ <laughs> インダストリアルだ違いない」とか言ってたらなんか全然違ったりとすロックシティ聞いとけ」みたいなね <laughs> そうだねそう,そういうのもあるよじゃんう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 んそっかそっかうちもそうですね多分その「リムシアター」とか「変拍子系のとこに行ったのの走りがあの辺だったので。 え逆にさうん、うん、じゃあドリームシアターを見た時に変拍子に対しておーってーっっなたのそうだねそもそも4分の4で進行してるかまあ、うん、あってもたまに5拍子ぐらいだったと思うんですよそのホンマに言ったらテイク5みたいな感じのさ<分>ちょっとおしゃれなジャズみたいな感じの雰囲気のとあとは4分の4で進行する j p o p ロック、まあ、バンドの何ですかオルタネティブみたいな感じの日本のもの主体だったんですよね。うんうん、でそっかからちょとと背伸びしたくなるというか うん、いわゆるなんか「ニルバーナがいいよ」とかそういうような,なんか話が聞こえてきたりとか「ハロウィンがあったりとかスレイヤーガー」とかなんかいろんなその洋楽の中の一つでちょっと変わり種があるんだよみたいな「20分ぐらいの曲あるんだよこれ」とか言われてで当時3分4分ぐらいで終わる曲がまあ主体だったわけじゃないですかまあ今でもそうだと思うんですけどそこに対していきなり15分組曲みたいなとで来られると「組曲?」みたいな。ククラシッっっていう競争用はうちなかったので ああそうなんだそうなんですよだから、うん、あのロックオペラみたいなこと言われても全然ピンとこないんですよね、うん、今でこそクイーンですかみたいな感じとかあったりとかするかもしれないんだけどまあ様式みたいよね様式の世界だもんね,うで,ね、うんうん、でもななんかなんて言うんですかね、うん、あのど「どうした?」みたいなことの繰り返しみたいになるじゃないですか <laughs> 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 でそれまで、ねねねまあ、耳も育ってないというかその歌ばっかり聴いてて、うん、自分のパート僕ベースだからベースを聴くようになってたとかギターはなんとなくうっすら どういう風になってるかは分かる状態だったんですけど。はいはいはい。そこに、ね、坊主でヒゲの、ね、キーボーディストがやってくるわけですよ。なんだろう。あ<ー>、ジョーダンルーデスだ、ね。だ<う>ジョーダンルーデスっていう存在が現れて出てきて。うん、で、うんうん、何やってるか分からないわけですよ。キーボードってそもそも、なんていうんですか。こう、こんなことになるのみたいなことがいっぱい起きてて。うんうんうん、まあ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 ね。そうそう、キーボードって広く取るとさ、なんか、あの、ピアノってイメージあるじゃない。すごく、うん、すごくざっくり言うと、その時のバンド編成で言うと、あの。 ジュノととかかでで鳴ったりとかしてるのがキーボーボドは鍵盤でピアノオルガンぐらいだったのが「シンセピヨーン」みたいな感じでずっとなんか「どうしたどうしたどうした,たあ」ああまあまあそうだねそうそうそう大変衝撃を受けまして画面4分割とかでなんかソロとか入ってくるともうなんかや何やってるか分かんないわけですよあったねなんかああ、うん、あったあったビデオだとよくさその「うん、ねドリームシャ o 特にそのなんか各パートでこう みんな演奏のなんかテクニカルさをなんかこう見せ合うみたいな感じの、ね、チャプターがあ,ってある。意味で今っぽいよねそうかもしれない、ね。<laughs> いよく YouTube とかで見るもんで。<laughs> うんうんうん。分かりやすく見えやすいっていう方だと思うんだけど。で、何が起きてるかわからないまま15分が過ぎていくんですよ。<laughs> <laughs> ああ、そうなんかわかんないけど、なんかすごいぞみたいなやつだよね。進行も展開も、なんならベースの弦の数全然違えしみたいな。<laughs> 四じゃねえみたいな <laughs> とか <laughs> っていう <laughs> なんかいろんなこう,う、ね、世界線を知り槍みたいに持ってるなんかジョン・ペトルーシーは何なんだみたいなとかっていうのがあってあ<ー>ギターって何なんだろうみたいな気持ちにさせられて<ー>で,でもさそ,それまでビジュアル系見てた人からするとさ、うん、なんでこいつら動かねえのとかってならなかったのその頃は 若干あったたかもしれないないいパンクとかそっち系の方に僕系統してたのであ,<ー>あの何、ー、て言うんでしょうねアンサンブルで総力戦っていうイメージがあまりわからなかったので、うん、確かに衝撃は受けたんですけど、うん、最初はそこで止まったんですよ。派手さはないもんねなんて言うんでしょうね <laughs> 一応そのビジュアル系のバンドの中でも「ドリームシアター」が好きだって言っているバンドさんがいて「シャムシエード」だね。そそそうそうそう,そう その辺の対談で2人でやっと何ていうんですかニヤニヤしてるやつをバッて見てこれは聞かなあかんっていうふうになって聞いて死んだんですけど全然白が取れねえみたいなだねで,でこれはちょっと僕にはまだ早いかもしれないって言って一回閉じたんですけど二十歳ぐらいに再燃するんですよ。ななるほどねででも相当な衝撃でしたよやっぱりだってちょっと後になるけど。ううん、うん ちょっと無理やりジャンル変えるね。はいはいどうぞ。今においても割となんて言うんでしょう。そのそこで学んだことっていうのが活かされ活かせてるなって思ってるのがインコグニートだね。うちは。へーすごいね。そっちにも入ったんだね。うんあ元々あのファンクとか好きで、うん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 。そうなんて言うんでしょうね。割とどちらかというと生楽器なんですよ。うちずっと聞いてきたやつって。へー ディズニーは音もあるっていうけどいわゆるモーグとかのなんていうんですか華々しいところで言うならばサウンド的にはそっちなのかなって思ったんだけどねメインタイトルはそっちかなはいはいはいでもそうでもだけでもない感じはまあまあそうだよね普通に歌うしねうんうんうんワールドミュージックみたいなところの要素も強いもんねうんなんか本当にちゃんぽんって感じうんうんうん じゃあそこからサントラとか聴きながらの少年がファンクにいったってことベースが好きなんだよねベースとドラムがうんこれめちゃい意外って言ったらあれですけどまあまあね<え>イメージあんまり持たれてない方ももしかしたらいるかもしれないですよリズムって言われるとおおそうなんだみたいなあ割と僕のイメージでは鈴木さんのイメージっていうと現物が好きなイメージがすごく強いのであでもほらよく考えてなんだい そのグルービーなドラムとベースには弦が絡んでるんだよ。うん、アースウィンドーファイアーしかり、うん、アシトジャズしかり。うん、だ全然なんていうんだろう知ってるジャンルの中で動いてるよねっていう気がするけど。うん、ああそうかそうか。うん、なるほどね。ハンクの中で僕に、ね、ギターとかに行っちゃうからなこっちはやっぱバンド屋さんの頭になっちゃうんだよね結構ね。そこあ、弦がっていうのはねなかなかなかったなと思、うん、ング ファンンキーカッティングとかだよ、ね、そうそうそう今でこそだいぶ広く聞けるというかさあのね見識もだいぶ広がったからだったけどファンクって言われたらこうねシャカポコいってる感じのやつでこうなんて言うんでしょうねちょっとスイングレートの強めの感じのサウンドが結構多くあるのかなって思ったんだけどいまだにうちはあのファンキーカッティングできないしね <laughs> あれは難しい <laughs> 確かに確かに。 そっかそっか二十歳ぐらいで僕もジャズ寄りとかになってくるんですけど周りの先輩たちのんていうんですかね手を離れまして違う家に行ってみたらファンクじゃなくてジャズが好きなおじさんとかにぶち当たるわけですよ。でそこでなんかいろいろ聞かされていくうちに何かこうまた <laughs> そういやジャズとかって変拍子多いじゃないですかっていうのが結構あって。 ン、ね、厄介だよねスイングっていうそ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 うグルーヴスイングの世界の話にちょっとかけてまあまあずっと言ってるつもりなんだけど、うん、それこそその二十歳ぐらいのところあたりでビジュアル系とかっていうものが僕の中で一回一段落しちゃうんですけど、うん、で代わりに現れてきたのが菊池成吉さんっていうあのサックスプレイヤー。はい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  あのアンサンブルでその時やってたのがテイトコースペンタゴンロイヤルガーデンっていうあのちょっと大所帯なビッグバンドみたいな感じだったんですけどギターもいてドラムもいてベースもいて本、まあ、セクションいてみたいな感じでまあシンセも何台かやってみたいな感じだったんですけど、うん、でそこでずっとこうまたあの、ね、過去の何ですか苦しみが蘇えるというか「何やってるか分かんねえこの白は」みたいな感じになって。<laughs> <laughs> うんうんうん。ね、なんかそのあたりで付帯して、ちょっとジャズから降りてみようかなと思ったら隣でザゼンボーイズが聞こえてくるんですよ。またまた変拍子なんですよ。<laughs> なんかその時の地域がミゾウの変拍子ブームだったのかしれないんですけど、行くとこ行くとこでなんかそのなんかあのいやわかるわかるプログレッシブな感じになってたあ。あのなんなんだろうお前らこれできねえだろってう今とは違うこれできねえだろ感だよね。<laughs> そうだね。なんで四分の四からどんどん離れていくことがかっこいいっていうことになんかなっていってて。 当時は。なんでなんかこう。<laughs> なんていうんです。<laughs> ああ、わかるよ。わかる。世代、として世代、その、あの世代感っていうのはあるよね。なのかな。いわゆる、その頃、おそらく都内の方では、あの。マスロックとかっていうようなジャンルだったりとか。うん、あの、なんていうんでしょうね。同じような、こう、ル、ループよ、ループ要素のある感じで展開していく。なんていうかな。変拍子で、かっちり縦のリズムが決まってて。 うんうん、どん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 進んでいくみたいな感じのバンドとかも、まあ、出てきてたの得意だったと思うんだけどそれのちょっとなんかアンダーグラウンドみたいな <laughs> ちょっとマニアックな感じの方の音楽そのその年代ぐらいってさうん、うん、でもロキノン全盛期じゃないのロキノン全盛期なのかなそれぐらい僕今話して20代2前半ぐらいだから確かにそうかもしんない「ラットウィンプス」とかも出てきたりとか「バンプ・オブ・チキン」とかもドーンっていったりとか。 ヒップホップと、ね、多分同調同行したぐらいだと思う湘南の風湘南の風もそのぐらいじゃないかな、はあ、うんそうだねなんで僕の中ではそのあたりでヒップホップとジャズが一気に広がったんですよすごいなヒップホップはその、はあ、一応僕北海道出身なのであのブルーハーブっていう地元の英雄がいるんですけど <laughs> え何それ何ていうんですかね、まあ、北海道のヒップホップのユニットなんですけどそれハスカップとは違うのえっ スカップとは違うねブルーハーブっていうやつなんでーんハーブなんかハーブハーブうん。まあなんかその人はちょっとイリーガルな感じのまあ何て言うんですかちょっと怖いというか悪い感じというか雰囲気を出したかったうん、うん、まあちょっとその辺のちょっと由来は分かんないんだけど <laughs> <laughs> まあでもそうなんかちょっとあの悪い感じの音楽をかけているというか <laughs> <ー> <laughs> まあヒップホップ特有のちょっと悪文化じゃないですけどちょっとおっかないような感じの、ねね、なんかその雰囲気のやつがあって、うん、まあその辺 まあ,でもあの辺ってちょっとまたジャズを元ネタにしながらみたいな、うん、まあブルーハーバーは元ネタを使ってのプレイというよりはちょっとまた別だったんですけど大ネタって言われるそのジャズの名盤とかからサンプリングしてビート作ったりとか、うん、でリンクしてたんであこういう風になってんだみたいな答え合わせみたいなことをよくしてたんですよね。とか、まあ、こういう風になってるんだよって教えてもらったりとかでジャズに至ったらこういう風になっていくとか。 うん、とか言ってるうちにプログレに走っていくっていうような感じになるんですけどプロななのそれはどこ最初で原告が行ったのはイタリアかイタリアヘルシャとイタリアだよねアレアとかっていうまあちょっとなんかちょっと分かるかどうか怪しいですけどアレアマグママグマもイタリアではないかマグマはだけど。 ユ,ユーロに。はりあっていうとさでもさうちは縁起を盛り込んでしか思い,思い出さないからさ <laughs> 結構なんかそのファイセンとかが教えてくれてるやつがあ<ー>そっちのプログレッシブロックだったっすねなんでな、ね、キングクリムゾンとかもまあ同調してはいたんですけどあとだったんですねうん、うん、どっちかっていうとね好きになったのはまあでもクリムゾンがでもど真ん中だもんねきっとそうだと思うねメインストリームで今もだってやられてるぐらいだからすごいと思うけどうん,うん。 機材の方行こうか。そうだね。ここまで二十分間、音楽のことしか話せない。まあ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 。で、鈴木さん、そのやつはもうちょっと聞きかったけどね。じゃ、あまた、なんか、今度機会があれば。機材の方は、なんかある。まあ、普通で、言うんだとしたら、うちはもともと、やっぱ、その、ギターから来て、ベースに、じゃんけんで負けて転向して。で。堀田氏も、じゃんけん負け組。じゃんけん負け組だね。ギターとボーカル多すぎだったから、間引かれたんだよ。じゃんけん。え、何が一番やりたかったの。 ギター。ギター買ったんだもん、だって。買って。え、買ったのに、じゃんけんで負けるとベースになるの。そうだよ。不条理だね。いや、その不条理でしかなかったのよ。人がいないんだもん<う>だって。<laughs> <laughs> いないから、まあ、いなくてしょうがないから。じゃ、山籠もりしてきますわっつって。<う>高校のところ、なんか夏休みのバイトすべてをはたいたアトリエ買うっていう。感じだったんですけどね。う,うん。うん。なんか。 まあま,だね、まず機材系で言うんだとしたらうちはその楽器のものがエフェクターとかそういうので行ったんですけど、うん、でまあなんでしょう最初の最初で言うならば練習用のグレコのアンプとかっていうのがあったわけですよね歪まないやつ、うん、でも外で聴いてる音楽が歪みまくってるじゃないですか、うん、なんでやみたいな感じになって、うん、ズームとかさあ最初で衝撃を受けたのは、うん、ズームのマルチエフェクターですね うん、1万円ぐらいのやつかとかかかったかななんかエドウィンみたいなエドウィジパンかみたいな感じのやつでそのマルチシリーズがズームから何種類か出ててドライブ総合的に入ってるやつ、うん、モジュレーションのマルチディレイのマルチみたいな感じであって、うん、あそうなんだじゃあ今と変わんないんだんあのライン6の走りみたいな感じだったですねライン6もあの緑,、うん、緑黄色ってあのモジュレーションだけでとかあっ,たとだ、うん、あったあったあったあれのズーム版があったんですよ で、もそれポットよりでしょ前前前前だって僕それ買ったの中3ぐらいだもんてで歪むって思って買ったのに買って帰ってきたのは2個買ったの超頑張ってモジュレーションでディレイ買ってきたのバカだよねそれそうむなしい好きだったからっていう理由でそっち行ったんだけどディかディソーションも入ってんだろと思ったら1個も入ってないわけだけどずっとホワンホワン言ってるわけよまた歪まないギターでどうするみたいな それはなだからこんなに絶望だよ、ね、そうそう2万ぐらい出して1万1万ぐらいでやったら、うん、多分うん、うん、もうないじゃん中学生なんだからさそれでも超頑張ってるわけですよう、ね、もう泣け出しだよね舞台からもう飛び降りる覚悟で「ななね、これとこれお願いします」って言って、うん、帰って帰ってきたらひずまれんだよっていう、うん、っていうね悲しい思い出があったですね。店員かからしてもささ中学生がさ、うん、モジュレーション系とか ちょっとぶっっとを2個買ってっててくこいいつパンチ聞いてなんてななるよねなったと思うね <laughs> しかもマルチだしなんかいろんな音出るけどさ結局お前どうすんのみたいな感じになるわけですよまた迷走するみたいなそう <laughs> 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 すごいなそれはいや最初の衝撃を受けた機材はそれですな、うん、なんで <laughs> 歪まないだがしかしすごいディレイするみたいな <laughs> <laughs> ロータリーするみたいなそれしかしないわけだもんね正確に言うとねそうだねそうだねじ<し>めはそんな感じ鈴木さんはどうですかうちはね、うん、あんまなで<う>なんだろう一番衝撃を受けたっていうかはい、はい、あこれだって思ったのはやっぱりニーブ、うん、はいういや入り口っていうか別になんかそこに対してそんなに興味がなかったのよ 元々ああ何となくつらつら言ってのニーブに出会ったの<う>いつなのえっとなんかね市販品となんか違うよねっていうのがやっぱりあっていわゆる完成されてる音源として聞く CD と、はい、自分が出す音のなんか質感がそもそも違うっていうそれいつ頃ろの話してんのこれでも10代10代でニーブの拓何を触ったのいや1073だよ だから、えっと流スタでそう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 、うん、だ時ときの、あこの感じ、は、この、何が起きてるか分かんなかったんですけど、この感じが欲しかったんですよっていうのは、それだったんだよね。全然通ってないときだな、<laughs> 普通に <laughs> そんなことになるんですかみたいな今、多分、たぶん、乗ったでしょって思ったけど、なことなんだろう、この質感っていうのは、あったでしょ、でも、その、どの世代にぶつかったかは別として。 うちはだってニーブがとかっていうのが分かるのはだいぶ後だよだってレコーディングとかをやったりとかするようになってスタジオワークとかやってる時も基本的にそのミキサーさんとかハウスエンジニアとかがいたからあそっかプレイヤーか基本的には触れないんだよそう触ったらいけない雰囲気しかねえじゃん演者側というかはだからそういうのを知ったのはだいぶ後だ,だから昔はそのエフェクトとかには全然興味がなかったのよ 10代でニーヴは超すげえと思うけどな分かんない東京側の人じゃないですか鈴木さんってもともと僕その何、うん、んですかあのいわゆる地方から出てきてる組なんで余計その差があったと思うんだけど、うん、まあこっち側の人じだってそういう風なのが早く触れたりする機会もやっぱあったのかねどうだろうね分かんない全然そんな10代の時にニーヴがあって言われてもああえー だなんすかそれみたいな感じになれたと思うまあなんか今とやっぱりいろいろ状況が違うしねうんうんうんでも昔はだってね、うん、昔というかそのうちら世代の早い人たちはやっぱ10代でデビューしたりとかする人もいたから全然い,いる、はいるはい。だからそれは全然びっくりはしないけどそこでもうレコーディングの方にいたとは思わなかったな、うんうん、ずっと制作の方にいたからねああすごい境だね逆にほら、うん、プレイヤーじゃないしくじゃん まあそうだね。だからブースに入ったことはないよ。今だから。あ、そうなんだ。ない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 。できないし。インストゥルメントというか、まあそ楽器もので言ってなんかこう衝撃的だものとかはないのなんか。あんまりないです。よマジで。すげえことになってきたな。じゃあなんでなんでそこに行こうと思ったの。そういう意味で行くのであれば、生の楽器っていうのが一番かな。 だだからなんろうオーケストラのサウンドっていうのもそうだし<ー>生楽器のセクションの音とかっていう方がすげえってなったかなクラシックの素養から来てたりとかしてんのそれってまあエレクトリカルパレードになる前までもなんかいろいろあっていくわけじゃんそうだねそうだねでもいわゆる j − b o p とか聞いてこなかったわけでしょあんまり生まれからの好きなアーティストさんとかはいな,い,ないからあ,<ー>あれなんですけどでもスタジオワークしてるってことはその辺の世界にいたんじゃないの 全然違うルートなのかな、わ、うんまあね、かんないけど。今もそうだけど、特定の好きっていうのはあんまりないですよ。だから,だから数少ないドリームシアターですよ。我々、うん、<laughs> の共通点で言うなれば。ね、ドリームシアター、病気、うん。なんだ、菅野洋子。うん、あ、の、お互いいいねって言ったスリップノット。うん、アートなんですか。うーん。まあまあ、でも。うん、なんだろう。楽器っていうのに、すげえっていうのは、あんまりな。 かったん,なんか機材買ってうれしい8 p プロとかはそっち側の,その制作系の人たちでよくあこんないろいろ出るんだとかいう話だってよくそういうの出たりするけどさあそれはだから始めたばっかりの時はいろんな音が出るねってなったけど当時だって高かったでしょ8プロだってまあでもカラオケの音がするうんあは感動なしだ <laughs> まあ、い,いろんな音が入ってるっていう本当に初めて電子楽器を触った人の共通の感想ぐらいです, <laughs> すげえな俺のズームの時の滑った話とだいぶ温度差が違うぞ <laughs> <laughs> なるほどねえだって大体8プロとかで打ち込んだりとか、まあ、鍵盤系だってその時だって鍵盤1個いくらするよって話だから買えなかったんじゃないのかな わかんない。どう、だったんですかね。まあまあ、ある意味で、うちはそういうところ、なんか周辺環境に恵まれたっていうのはあるかもですね。あ、そうなんだね。うん。もともとはピアノから行ったの。いや、全然。うん。で、それもなんだ、話すとすごく長くなるんですけど。うん、うん、うん。えっと、ピアノの。教えてる人が割と近くにいた。のよ。うん。そうなんだ。そういう意味で。何かをちゃんと。ピアノを習ったとかっていうのはない。 あそうなんだ遊びの中でとか打ち込みの中でやってるってギターと一緒だよねうちでいうギターベースと一緒なんですよへえーなんなんだ,ね、だからプレイヤーじゃねえってしつこいぐらい言うのはそこですそこに対してなんか負い目みたいな負、えー、い目っていうのはあれですけどだいぶ特殊な世界線で生きてきたねそんなことないじゃないですかクリエーター系の人って。 うんそうなのかな分かんないうんまあなんか今もう仕込みなしで全然普通に聞いてる状態になってるから「うん、はあーんとかなっちゃうよねやっぱね <laughs> ね生き方がまるで違うからまあまあ一緒ではないとは知ってるしさ分かってるつもりだけどさこう深掘りしていくとねははこうこんなことになるのかみたいなまあこんな話しないもんね普段まあまあしないね <laughs> あ、まあ、だから制作じゃ、まあ、ある程度まとまってきて、うん、じゃあ機材もある程度入りました 自分家でやれる環境ができました、うん、ぐらいのところで言うとど,どの辺で何かドーンってなったですか機材の話で言うならば最初が2部だからもう次もう感動が分かんないんだけどいやそんなことそんなことない <laughs> 自分いや、まあ、なんていうの愛車自慢とかさなんか何でもありいいけどさこうああ自分だからマイツールみたいなのあるでしょうよあったあったあった,あった,あったえっとね G5 が出た時は衝撃でしたよマッキントッシュうん なんかね<おー> <laughs> 回収が難しいフォローが難しすぎるマックのマックかマックのテクノロジー側の話かじゃあどっちか機材って言ってもんなんかソフト申請っていうのが、はい、実用的になってきたぞみたいな今と一緒なのよアップルシリコンが出て、はい、なんか負荷とかあんま気にしなくてよくなるんじゃねみたいなあるじゃない、うん、そのある、ね、そ,それが同じような感じだよねだって今は 当たり前だけど、はい、ハードの音源よりもソフトの方がツールとしての効率は高いじゃないそうだねだから仕方なくハードを使ってたんだよね <laughs> だってソフト音源 CPU パンパンになるんだもんみたいなうんなんだけどあれこれ G5 ってやつだと全部音源でいけんじゃねえみたいな感じだったよね、うん、エフェクトもかけられるんだぜみたいなはい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 それで何歳ぐらいだ うのこれでも大学生の時ああなるほどねすげえ世界線だなその頃はまだ私は MTR だったかもしれないからなやっぱ開きがあるね <laughs> 面白いねこの話まあでもうちも MTR 使ってたよその前はそのえっ、ー、と G4 時代は普通になんかそれだけでやるのはやっぱきつくてその頃ってだって Windows だったら96とか8とか2000とかじゃない 2000年超えてるからねああそっかそっか出たばっかりで2000ぐらいでしょだから ME とかでしょ多分全然パソコンで曲作れるなんて話じゃないでござるみたいな感じだった気がするんだよなだかデジタルでレコーディングはできてたよもうじゃツールスのさあのインターフェースとかはあったと思うダブル OR とかそうか青と白とああうんああ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 あ はいはいはいあれってでも2000年代初頭とかじゃないのうんそうだよそうだよねだファイヤーワイヤーとかが出てきたぐらいじゃないああ知りませんあのそのタイムライン見てないのであ,<ー>あとあんまり過去にあんまり興味がないん、ね、で雑談なんで別にいいんですよ <laughs> その辺に関しては。 まあまあ全然いいんだと思うんですけど確証というか、うん、なんとなくのこの脳内プレイバックで言ってるからねえー、まあ機材っていうかちょっとテクノロジー側なんだね鈴木さんがテンション上がったりするのはうんっていうかワク今のところ話聞いて感じ音楽特に興味なかったですってきてて、うん、機材別にどうでもなんかああ生楽器が好きですって感じてきてるから,だ,からだいぶ不思議な人だよやっぱり、うん、そうかなだと思うけどね な,んかなかなかすごいと思うなんか話聞いてて「おーえー、って思うもんやっぱり面白いいや何か別になんか実ってわけでもなく、うん、単純にすげえなと思う、えー、なんだろうねまあなんかでももともとマックスのものが好きな人だってことは知ってるのでまあ言われてもらえないや違う,う単純ツールとしてだよあでしょツールとしてってかあのだから今まで流し込みをやってたのやらなくていいって超楽じゃんっていうだけなんだよあ,<ー>あのね直しが入った時にもう一回録音するわけよ当然よ、うん、それが「てるん、ね?」って言って バウンスすればいいわけだよねうんこれ超楽じゃんみたいなまあねそういうことでいくとあのリアンプを覚えその頃はじゃあもうスタジオワーカーだったの家でやってるんじゃなくてもう基本的に業務のところでやってたってことまあお家でやってたお家でやって家にそんなああそうなんだ、うん、全然わかんねえ世界だなへえー、まあいろいろあったんですね キモパンがちょっといまいち想像できてないか、こううまく乗れてないんだけど <laughs> おうおう、もううん、だかその辺がちょっと掘り掘ってみたかったけど、なんか難しいな。そういう意味でいくとはい、はい、衝撃を受けた機材っていうのでいくとアンプシミュレーターですよ。アンプシミュレーター。うん。ポッド。うん。<ー>とはうちらもすごいと思ったわ、ね、共通認識。なに何これみたいななんか。高いやつのフロアのやつ、ね。空豆みたいなやつ、ねあ。ああ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 あったあった。2.0ぐらいからうちらの方は出回り出したんだけど確か。 そんなに高くなかったしね4万か5万ぐらいじゃない確かうんうん <laughs> なんでちょっと変わった感じの質感というかレコーディングで使った時に「おなんかアンプっぽいするわ」みたいなそうだよねなんかっていうのでいきなり変わったよね、うん、その前にはさあのアナログのアンプシミュレーターっていうのがあったわけじゃないうんテック21みたいなさうんうんうん サンズので、ね、分かんなくはねえけどアンプの音はしねえぞみたいなさあれからしたらだいぶね,わね覚醒の感があるじゃんうんう何これ、うん、確かに何かマーシャルっぽいよみたいなさ当時から何か歪みの方がそれっぽかったから出口、うんね、とかばっかり使ってたけどうん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 確かにあの赤いのはだいぶ、まあ、いろんなあの音が出せて、ね、音が出せてみたいなうんうんでやっぱりね他のメーカーも出てたじゃないですか 似たようなものはうん、うん、でもやっぱり一番良かったしそうだね LINE6 ってやつが一気にドーンって出てきた時がやっぱポットの存在だったと思うからなそうですねなんかコンスタンスに新しいのが出てたしね、うん、ポット次 XT とかなんでしたっけフロアになるやつだよねフロアもあるし XT になってとかああれ、ね、ラッキングの施設もあったよね、うん、とかっていうなんか飽きなかったよねあの辺はっていう,うんなんか 使いこなせてるぜってなる前に新しいモデルが出るみたいなうんうんまあいろんなそのデジタル機材の新車とかもそうでしたけどねめっちゃ多かったですからね新製品し瞬発力が高かったとこかな,なか結構今でこそなんだろう年一とかじゃ出てこないじゃないうんうんうん新しいバージョンとかもさなかなかそうだねだどんどん新しい技術とかが出るよっていうのもそうですしうん あれじゃないですか当時はそのソフトウェアのファームウェアのバージョンアップで機能追加とかができなかったからっていうのもあるんじゃないですか、うん、そっかそっか分かんないですよまあまあねその辺ちょっと想像にしちゃうところだと思うけど、うん、っていうのが大きいのかなとはるほど、ね、でその後だってフラクタルで、うん、あこれで勝ったって思ったもんあそれに至るまでに結構いろんなイいついた気がするイレブンラックとかも,いたよ、ね、ラッもすげえ良かったですよあれもすごい衝撃的だったね うん、アンプシミュレーターだと何だろうねほんといろんな会社からいろんなの出てたけどやっぱポットが一番先に出ちゃうというか頭にねね。そうだねあとはラッキングしていくタイプのやつでねあったけどもベリンガーのさポットもどきのやつもさなんかさ V アンプでね,ねあったよね、うん、青いやつね そうそう,そうそうそう。それはダメだろうって、当時からベリーガニア違いだよ、みたいな。<laughs> あれでも、ひずみ自体は結構なんかね、好評だったみたいだよ。ああ、なんかね、当時は結構使ってる人もいた,いたよ、ね。うん、半額ぐらいだったしね、やっぱり。うんうんうん。うん、ベース版とかも出てきてて、なんか、まあ、本家もに、さ <laughs> どっちも出てきてたけど、結局、うちはなかなか使わなかった。黒いポットでね、ベースのやつはあったけど。ベースポットって黒でしたっけ 黒だったと思う記じゃあちなみにじゃあソフトウェア側の話で言うんだとしたら、はい、一番衝撃受けたのって何ですかソフトウェアは何だろうなあソフトプラ、まあ、いわゆるプラグインって言ったんですかね分かりやすく言うとエフェクト音源エフェ,クトオフェクトでもいいし音源でもいいし機材っていう中の一言くりの中で出すんだとしたら何だとあーでもギガサンプラーギガサンプラーはい でサ,ンサンプラーっていうことよねいろんな音が、えー、とハードシンセとは違うクオリティで出せるっていう,うんだその時にはうんだから「アトモソフィア」とかト「うん、トリロジー」とか,、うん、だか今の「スペクトラソニックス」の一個前のバージョンとかがあったからめっちゃ使ってましたよね。うちだだともう完全にススタイラスだな 完全にスタイルスだわ<ー>なんか、まあ、特に打ち込みとかでもそうですけど最初ドラムいっぱい頑張るじゃないですか、うん、でドラム頑張った結果うまくいかないことがめちゃめちゃあるじゃないですか、うん、で指一本で押したらさループが綺麗に回るわけじゃないですかうん何やみたいなそうだね <laughs> あれの感動がすごかったな衝撃というかまあ知らなかっただけっていうのもあるけど単純にそのサブループというかまああの何ていうんですか あれ,てあれそうおっしゃいますけどはい、はい、そうおっしゃいますけど大事なのってさそこじゃなくてさ、うんうん、でもそれで出せ音と出せビートが出てきたらなんだこれってなるじゃんまあそうだねあれは音がかっこよかったっていうのが一番なんじゃないかなと思うんですよ音がかっこよかったよだっていきなりそれっぽい音が出るんだもんだってねズームさんのリズムマシンとか使ってたでしょきっとうん使ってたあれとは違うぜみたいな感じじゃんそあれはちょっとね、まあ、あれはあれでちょっと愛情はあるけど ズ,チャンズズちゃんっていうさあの独特の今でもちょっとたまに使いたいなと思うまサンプリングして <laughs> <laughs> まあだけどなんていうんですかテレビで流れているような感じって言ったら分かりやすいかなうん、うん、だから、うん、商品感が増すんだよねそのプロっぽいというかそう,そうだねこんなビート出るんだいきなりみたいな指10本です,、うん、すぐ変わるしさっていうのとまあねもともとこっちはその竿物から ずっとスタートしてたからシンセンされるのは結構後だったこともあってアルペジエーターでこういわゆるフレーズのねコードのノートが変わっていくような感じのやつとかはすごい感動したけどねうんそうだよねうんあるあるだよねそのバン,ドバンドマンの方がきっとシンセとかを好きだよって思ってる後から出てきた便利なものの代表例がアルペジエーターとさそのなんだビートのビューンって出るようなやつ <laughs> 思い出しましたよ衝撃を受けた機材なんですアクセス アクセスバイラス。いや、わかるけど。<laughs> アクセスっすか。<laughs> なんか、値段帯というか、考えの分のやつがだいぶ高えな。<laughs> アクセスどうでしたその当時は。あのこあ、かっこいい音が出るって <laughs> 語彙力。<laughs> <laughs> <laughs> なんか、素人の芸人さんになんか、こう言っちゃったみたいなちょっと <laughs> まあ、いい音出るよね。<laughs> スーパーソーに感動したスすか、うん、一番は。 スーパーソーはほら JP8000 であったからでもあれはユーロビートの音がしてたのよはい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 えユーロビートだよねっていう,うん、うん、まあまあそういうシンセじゃないですかキレのいいスパッとした感じ、ね、そうそうそうそこからトランスに行く流れの音色みたいな、うんうんうん、トランスうん当時で言うねそうだねバイラスアクセスアクセスまあなんだろう B, B とかなのかなそうだ、ん、ね B ああ 一時期スノーインディゴホワイトあ,あインディゴは持ってたそうだよねうん <laughs> うんまあ今はケンパーっていうのをやってますけどねあ,あそうなんだケンパーなの今あケンパーってほらアクセス車あ,あそうなんだ知らんかった、うん、えー、ケンパーはケンパーってもうイメージになっちゃってるわああそういうブランディングをしてるからじゃないかなああアクセスのケンパーってイメージ全くないな、うん、そうなんだねうう感じですかねえー だいぶやっぱりこう話をしていくとお互いにこのね差異を感じて面白いですねそうですそうですねあ<ー>そうでございますねって感じだけどいやもうだってパッとまあまあね環境も違えば物も,も違うんで見識も変わるし、まあ、面白いですようん、うん、まあこの中でじゃあマストで一番この中かい出てきた中で一番ドンって出すんだとしたら何ですじゃあまあうちはすごいシンプルにあれですよスタイラスですよ <coughs> 一番衝撃を受けたともうっていう意味で言えばすごいなんか世界観が広がったなっていうのがあったまあ今でうこそそんなにんだろうな多用するような感じではなくなっちゃったではあるんですけど当時というか今総括した中でそういわゆるそのレコーディングまあ多分聞いてらっしゃる方がそっちのね DAW の話についての方で多分聞いてくれてる方が多いと思うんで、はい、その辺の方々の話とまあいろいろ帰り見てうわって見た時に見る時はサイラスの。 ビートではダーンって出た時が一番衝撃を受けたなっていうような感じですねああなるほどねじゃあそういう意味でいくのであればうちはやっぱりポットですねうん面白い、うん、ポットかお家で撮れるあれあまあそうだね、うん、キ,ャビキャビとか別に関係なくとりあえずこれで行ってみるっていう風な時がそうなんかあれがあ,あれができたからうん、うん、自分でギターをやろうって気になったんだと思いますようちはうんアンプを鳴らしてうん スタジオで撮らなきゃいけないですよって言ったら大変じゃんそうだよね。絶対やってないと思う。家でこれでシールドさしたら、まあ、アンプになりますわって言われたら、うん、ならちょっとやってみようかなみたいな。なるほどね。っていう意味であれば、まあ、今につながるプロダクトっていう意味でいくのであればそういういところかな、うん、その頃私はディストーションをさして MTR にプラグインしていたみたいな感じだったけどね <laughs>。<laughs> こんなものは一撃で歪んでいればよいみたいな、うん、<laughs> なんかよく分かんないまあね今となってはお笑い話というか楽しかった話ですけど、はい、でしたかねまあまあこんな感じの鈴木堀田側の、ね、今回話だったんですけど面白いですねまあここは本当世代によって全然やっぱりそうだ、ね、特に機材のところは変わると思うのでまあ幸いうちらは年近なんですけど年近というか同世代なんですけどうん、うん こんなにも開くと、やっぱり聞いてる側もだいぶ楽しいんじゃないかなと思いますけどね。だからあれで仲悪い説が出ちゃうんじゃないか <laughs> しょうがないよ。だって、こんなに違うんだぜ、だって。<laughs> うん、そうだね。<laughs> うん。それはびっくりするところもお互いあるんじゃないかな。だからきっと。あ、それを知らないのかってこともだってよくあるし、聞かれるし。うん、そうだね、そうだね。お互いあるよね。こっちもあるから。うん。 なんか理解はできるけど納得はできんみたいなところあるもんね。あるあるある全然ある別にそれはそれだもん <laughs>、うん、でもねやっぱこういうふうに彫っていくと面白いですねっていう感じでございますね。皆さんもなんかこれはこれが良かったぜみたいなプロダクトがあったらぜひぜひ教えてくださいませ。うん、そうでですすね聞いいいてみたいですはいはい、ということで、はい、ちょっと今回長くなってしまいましたけれども。はい これまでの人生で一番衝撃を受けた、一番って言ってるのにいくつも喋んないよって今自分で思いましたけれども、衝撃を受けた音楽や機材について、<laughs> はい、はい、お話ししてみました。はい。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。